いいね、あ、記念配信、いいね、いいね、嬉しいね、1万人って。確かに区切りのいい数字だけど、キリがいいだけだよね。そんなことないやめじゃん、1万ってすごいよ。そもそも数万なら昔の自撮り垢で超えてたし、顔だけでたどり着けるないんだからね。アメちゃんそんな過去が。そもそも数万なら昔の自撮り垢で超えてたし、これだが最近のる私たちにとって通過点に過ぎないよ。まあ目標がでかいアメちゃんにとっては通過点かもしれないね。私にとってアメちゃんの大きな第一歩だと思うんだけどな、アメちゃん。私が1万いった時なんてもう空飛べるぐらい嬉しがってたぞ、アメちゃん。嬉しくないんか？いや、嬉しそうな顔してるな、アメちゃん。嬉しいな、1万いってな。よし、じゃあどうしよう、どうしようかな、どうしよう。ありがとう。お嬢様の記念配信ありますか？そうなんだよ、10万人記念配信私してないんだよ、ごめんなさい。配信者として終わっているかもしれない。でもだって私一回アメちゃんの誘い断ってるわけだから、やっぱここはさ、アメちゃんのためを考えると、ストレスの下がりをえっぐいけどこれ。そっか、既読無視気をつけないと。最高か、ラブ。もっとラブ送って、ラブ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 。うるさーい。かわいい、私もうるさーい。タメちゃんに送りたいよ。まあそう、あのストレスを下げるためだから。アメちゃんの誘いを一回断ってるわけだから、これでアメちゃんの誘いをもうずっと断り続けると、私とアメちゃんたちのこの関係性に亀裂が入るということを考慮してのこのコマンドであって、別に私がアメちゃんとそういうことをしたいからとか、自分の欲望に任せてこの選択肢を選んでいるからとかでは決してなくて、アメちゃんのためを考えて、そのみんながこれを見たいからしゃあなし、これを選択してやろうかなとかそういうんじゃなくて、アメちゃんのためを思ってのこの選択肢いきます。私はまずい、アメちゃん。アメちゃんエッチな配信はまずい。ダメだよアメちゃん。ダメ。ダメですアメちゃん。よくない。ダメちゃん。アメちゃんみんなの聖なるアイドルでいてあげないとダメなんだよ。じゃあ一回夜にまで行こうか。じゃあとりあえず配信しよう。お金を稼ぐために。違うよ、もうお前ら最低マジで。ちょっととりあえずフォロワー1万人記念やろうかな。お、フォロワーめっちゃ上がるじゃんこれ。コミュ力5、いいですね。始めましょう。違うよ、みんなのアメちゃん、みんなの清楚な可憐なアイドルでいてほしいっていうことだよ。